ターミナルビル港町風景港町風景西号港は島根県沖郡沖の島町にある日本の重要港湾。港湾管理者は島根県沖諸島道後島と本土を接続する玄関口としての機能を有しているほか漁港漁場整備法では第三種漁港に指定されている。港一帯は2016年8月6日に港オアシスの登録をしていて フェリーターミナルを代表施設とする風町西号を港をアシストして観光拠点ともなっている。沖汽船が本土と島全各島へのフェリー及び高速船を就航させている。1998年から2005年までは、加賀港にも高速船が寄港していた。沖空港へは、沖市端交通の路線バスで約15分。 ABC 島根の港湾利用状況島根県、港湾空港加工か港湾取扱貨物量平成23年1月から12月、沖の歴史、フリー百科事典ウィキペディア日本語版。2011年12月24日23時19分、URL ht、http://ja.wikipedia.org 事務事業評価シート、島根県政策企画局。 1999年開始西五向、港湾改修事業、西五向を安全で、効率的に利用できる、要、大規模地震発生時には、背後圏域の住民の生命、生活を守るための緊急物資輸送基地となる、要港湾施設を整備する参院中央新報2010年7月14日。 特定港湾整備基本計画に、西合港改修事業参院中央新報2010年7月30日、西合港、ターミナルビル増築、改修工事が完了西合港、フェリー岸壁、ターミナルビルの共用開始島根県港湾空港か、参院中央新報1998年7月7日、沖港ロレインボーに新発着地の加賀港を就航。 島根県知事定例記者会見2005年10月、定例記者会、沖の海上交通のあり方の協議結果島根県、校長広報課。ありがとうございます。